ボルボ B10M2 ボルボ B10M2 スカニア N113 CRB スカニア N113 CRB シンガポールバスサービスはかつて存在したシンガポールの路線バス運行会社。1973年に3社が合併し、設立された。その5年後の1978年にシンガポールバスサービスリミテッドとして旧シンガポール証券取引所に上場した。 1997年11月にバス事業以外の交通機関を扱う会社にするためにデルグローコーポレーションに社名を変更バス事業は子会社としてシンガポールバスサービスに分離し子会社としてもシンガポール証券取引所に上場した2001年11月にシンガポールバスサービスは SBS トランジットに社名を変更しバス以外の複数の交通機関を扱う企業へと 変わった。路線バス、ありがとうございます。